どうも皆さん、こんばんは、トットと申します。さあ、だいぶチャンネルの方投稿が、1ヶ月ぐらいですね、空いてしまいました。すいません。11月はですね、ちょっといろいろ、まあ個人的な話をすると、ちょっとお引越しをね、したりとか、まあ、ちょっと仕事がバタバタしてたりですとか、まあ、あとはパズドラで動画としての、まあ、ネタが個人的に探す時間がなくて、まあ、ちょっと動画できなかったとかっていうのがありまして、動画できませんでした。言い訳です、すいません。はい、12月入りましたね。12月はね、ちょこちょこと動画を上げていけたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。早速ですが、じゃじゃーん、陸空降臨に今日は挑んでいきたい。11月のクエストダンジョンは大変でしたね。最後の方はもう大変で、なんとかラッシュはもう壊滅的に難しくて大変でした。基本イデアルパで突破してました。まあまあ、そんなことはどうでもいいんですけれども、ということで、陸空降臨を無事にゲットすることができたので、今日はこれを挑んでいきたいと思います。噂によると結構難しいという噂を聞いているので、まあ勝てる気がさらさら一発ではないんですが、何時間かかるんであろうか、頑張っていきたいなと思います。はい、スタミナ99使う陸空降臨壊滅級、こちらのパーティーでまずは様子を見に行きたいなと思います。はい、ラードラパーティーですね。インドラ、闇カーリー、それから、追い打ち付きのヘスティアちゃん、それからクシナダ姫ですね。行ってきまーす。やちゃろー、やば、いけるかな。いきなり食べる玉、お昆布が吸収、神秘の波動、オッケー。まあまあまあ、ちょっとスキルがだいぶやばいですけど、色はありますね。時間9秒いける。これは光は A の方が良さそうだよな。えい、大丈夫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 、オッケー、これでオッケー、ナイスオチコーン、9コンボ突破、1回は無事に突破です。オッケー、2回、クラってやる。うわ、36000、お邪魔2つか。ただ色ありますね、これはもうがっつり回復しながらいきたいと思います。うわ、水ねえ、あー、でもすごい回復できたの、超嬉しい。フレイムケージバインド、色はあります。ない、なかった、なかったです。ので25倍を組んでいきたいと思います。7秒になりました、気をつけよう。ねえ、ちょっと待って、嘘でしょ、ちょっとびっくりしたよ、私のドロップ能力のなさ。だがギリギリ突破、奇跡、3回。はい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 、根性来たよ、根性出た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 。ハートは5個あると、色もありますね。よし、はい、うわー、ビビる、久しぶりに64倍、いけるか、10コンボー、いけ、ドーン、やったー、いいね、いいね、いいね、よきよきよき、4回、
はい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 、まあ、特に、ラードラーはあのキラーがね入ってるわけではないので、ぜひキラーが我々に入れてほしいなと思うと思う。なんとか25倍、いいよ。光の落ち込みはただただ嬉しい。はいはい、火にしてくると。まだオールドロップチェンジは使わないですよ。新着のアレキサンドライト2個積みにしてきちゃった。何を考えているんじゃい。じゃあ指とか結構もうあれしてた方がいいです。ワードラはスキルダメに使おう。はいはいはい、大丈夫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 。あ、色あります。来た、これは来たぞ。オッケー、64倍。お邪魔邪魔。あ、うそうそ。大丈夫、いけるいけるいける。これは、あ、待って、光もないな。光ないぞこれは。ってことはハートと光じゃないから4倍しか出ないから、これはまずいので、これはですね、闇カーリーを放った後に、あ、まあラドラはいいや、それでまだたまんないので、はい、いきたいと思います。よきー、7コンボー、オッケー、いった、ふー、よし、5回。はい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 、 50% 軽減。かのちゃん頑張りましょう。よし、これで1、5、6、7、8、9、10、10コンボ。だ、闇を組んどらんじゃんけー。攻撃力10倍はこれはこれは怖い。インドラを張るべきだと私は思う。よし、いきます。キーンズ、キー、光、闇、ハート、アキ、これ威嚇するべきだったのかもね、もしかしたら。隠しちゃいますからね、クモ。ひどい、隠すのよくない。色あるな。ね、火が組めてない。嘘、攻撃してこないんかい。リンドラ無駄した。光がない、光が。これ次やってきそうだな。ねえ、待って、継承をいろいろミスってるけど、まあいいや。よし、頑張れ。おお、ナイス、光の落ち込み。いけ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 。うーわ、31,000。大丈夫、いける。よし、回復あるね。やば。オッケー。こう、半減消えました。半減、光ある、光なし、光なしだと、ここはですね、私はですね、惜しまず使うオールドロップチェンジ。
からのラードラですよ。よーし、ちょっと待って、見たことない。64枚いけ。ねえ、ひどー、これはマジないわ。これは軽減してこう。これはちょっとだいぶ死にそう。なんと25倍になった。いけたかも。ねえ、奇跡、奇跡のオチコン到来。やば、6回。うーわ、嫌いすぎる。しかもハート4個しかないわ。火もない。無効じゃん。50万以上無効だから、正直、指4万7000か。確定無効だけど、さっき放っちゃった。これは回復の重視だな。7万8000、75%。 OK、 ヒルを貯めたい、できれば少しでも。47,000、これチャンス、超チャンス。12345ある。いやー、気がない、気がない、でもこれは一応花と。噛みづら。そ、クソパズル。やっぱ変なところに回復があったから、もう全然ダメでした。ほんとすいません。でも5万4000だったら耐えれるわ。よし、帰ろう。おー、ここは闇カーリー花とからの英雄の守りで。64倍。 OK、 7コンプリート吸収。これはですね、騙されてはいけない気がする。ちょっと待って、オプションスキル確認オンにしよう。これは確実に回復をした方が良きと思ったが、防御を張っているので大丈夫だ。よし、防御を張っているので、ここはですね、25倍をかましましょう。あー、そうだった、忘れてたのが。コンプリート強化ねー。あ、でもこれはいける、いける、これいける、今度はいける。6、7、いけ、半分削ってよーねー。よし、ここは1コンボで。2秒減る。
本当この敵嫌い。よし根性消えた、こっちのもんじゃい。激減は怖い、激減は怖いし、しかも回復がない。学生無効がひどい。これは軽減を貼ろう。受けるダメージ激減で、水の一コンボ、闇は消すなマジで最悪。ほんとひどい。とりあえず回復。チャンス到来、チャンス到来、来た、チャンス来た、チャンス来たぞ。見てください、このスキルが溜まってない感じと思ったら逆。よし、来ます。でもね、回復が4個しかないから、これはじゃあ4万5000あればさ耐えれるかな。どうだろう、耐えれない5万以上の攻撃来るかな。でもね、7コンボ以上やった場合多分ね体力削っちゃう気がするんだよね、この人。なんか見たことないけど。でこれは一か八かで、水を消していきたいかなと思います。水になったぞ。オッケー、来なかった、やった。じゃあこれはハートが遠いのでラードラを使って指を延長していきます。よし、これで突破を狙っていきます。びっくりした、私は今。しかもめっちゃ意外と硬かった、めっちゃ硬かったわ今。ってことは今カーリーのスキルが刺さってたよね、あの覚醒で防御無効のやつ。ってことを考えた時に、あと今の体力的に多分もう一回は耐えれるはずで、火、水、木、光、闇はある。ってことでこれは闇カーリーだけでいこう。吸収なのもうほんとすぐ忘れる、よくないわ。来い、もう一個、オッケー。よし、根性なくなったねー、ひどい。こわ。よし、ここはですね張り切ってボスまで行きたいので、確実にオールドロップチェンジで突破していきたいと思います。おお、光いっぱい来た、やった。
いけ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 、8コンボいけ、やったやった、ボス到来、ボス到達。あまり動きたくないのですが、ダメージを激減、クバリラ。しばらくの間状態上無効、流炎翼3000万以上無効、それは特に大丈夫だと思う。 75% だし、敵が動いてるよ、やばい、敵が動いてる。ちょっとテンション上がりますね。ただテンションが上がってるのもつかの間。まあでもワンタンはしてこないはと私信じている。力を見せましょうか。うーわ、や、見せなくてよろしくてよ、全然見せなくてよろしいんですけど、ここはちょっとでもエンハンスを食べて、ワンちゃん食べたいので、英雄の守り、一応ね、どんな攻撃してくるか全く予想ができないので、ただなんかソニアグラン系の攻撃かもね、ルエンテル。うーわ、最悪。ねえ、ちょっとマジで、ひどい。ねえ、嘘でしょ。こんなもんかな。とりあえず爆弾を消さねば。なかなかの威力でしょ。次は丸書いて、丸書いて、ドラゴンの目。え、ちょっと待って、セリフ多くない？怖っ、セリフ多すぎて怖い。しかもやばいって、もう基本的に溜まってないから。これ待って、耐久とかワンチャンある系、もしかして。うわ、怖っ。というかまあ耐久せざるを得ないんですけど。あ、やば、火ずれてた。あら、もったいなさすぎる。どんどん行くので覚悟してください。6コンボ以下吸収。ねえ、セリフ多い、そろそろ終わりにしましょうとかって言われそうじゃない？嫌だよ、そんなの、そんなの絶対嫌だよ。これは私が決めることであって、あなたが決めることではないぞ。どうや、10コンボ 11! ブリシリーラ。うーねえ、ひどい。待って、待って。待って。うわ、マジか。あ、とりあえず、グングニード放って、ちょっとでも回復。3300って、ほんとに。よし、分かった。ここはどうする？色は別にあったところで防御を張ってくれるわけではないので、とにかく回復をした方が良きかと思っている。で、英雄の守りを捨ててやるかも。いや、捨てなくていいかな、多分次ね、そんな攻撃してこないと思うわ、今の流れだと。28000回復するラードはさすがのござる。よきよきよき、フェスカス。うーわ、36。オッケーオッケーオッケー。これ 75% が切れた頃ちょっと怖いよね。回復が2個しかないので回復できないですね。ただ5万あるんで大丈夫な気もするんだよ。沈着のアレキサンドライトがあと5ターンなので、ここは何としてもこれは貯めたい。これで9コンボ。ラズキャルク、ドークドロップ。
ここは闇カーリを発動。よし、ナイス闇カーリ。あと4ターン。光、闇、ハート全部あるぞ。これは行こう、これは行きましょう。普通にやろう。奇跡が起きた。基本に落ち込み助けられていく。集中世界は疲れました。ドロップが見えなくなった。休憩にします。そうだよね。ねえ、努力、この10分ぐらいの努力。遊ばせてくれないってこと、これ。え、嘘。じゃあちょっと待って、一か八か。いや、いけるいけるいける。超無理やり。火、水、火、光、闇、ハート、 OK。ダメだわこれ。
25% ってきつっ。え、待って、マジか。いや待って、まあ確かに光のキャラクターが3体しかいないっていうのはあるけど、マジか、76じゃないとダメ。マジで。はい、ということで、ラードラで何回か挑んだんですけれども、ですね、リクの、ですね、スキルにやられます。ちょっとですね、このままだとちょっと火力がリーダーでは、ボスでは足りないんじゃないかと思いまして、久しぶりに登場ということで、ちょっとですね、76番目に頼っていこうかなと思います。こちらのパーティーで行ってみたいと思います。ボスまで来たぞー。さあ、ディアブロ・アヌビサったらどこまで削れるのか、いざ参る。どうぞ。次15コンボ。おお。さあ、爆弾来るぞ、爆弾。それでもこれしか、はい、こちら後付けのマイクでーす、はい、ここはですね、正直もう何度も、やり直してる状況でここにたどり着いているので、ね、正直もうね、喋り尽くした感もこの時あって、まあ、だいぶカットしちゃってるからあんまり喋ってないように見えるんですけど、何度も挑むたびにおしゃべりしてて、まあ、結果喋らなく買ったっていう感じかな、この回はね、うん、で、まあちょっと喋っているちょっと余裕もないっていうのも事実で、もう負けまくってたので、もうちょっとでもいい線まで持っていきたいみたいなっていうところもありました。まあね、何回も挑んでるにもかかわらず、まだ一度たりともこのね、リクウの、HP を半分以下にすることができていなくて、内心だいぶ不安を覚えております。なぜかというと、ここをエンハンス連れてきてるパーティーじゃないんですよ。まあ、基本守り、インドラとかで、まあ、攻撃力をね、こう守りに入ったりとか、まあ、この後爆弾を仕掛けてくるスキルをリク放ってくると思うんですけど、まあ、それの HP でさえ耐えられないので。
あれですね、ディアブロアヌビスはやっぱ超強いけど HP がまだちょっと足りなくなりつつあるかな。しかも普段ラードラとかジュリとか使ってる私はやっぱもう HP が4万台とか4万前後だとちょっとやっぱ緊張しますね。なんかもうラードラのノリでやっちゃうんで、いけるべやったら耐えれなかったーっていうことが、ね、多々あるので、あとやっぱね、久しぶりに今日76、まあ、この間のスペフリのチャンネルで、76を育てたんですけど、まあ、そのぐらい、結構久しぶりです。最近はあんまりがっつり76ってこといじってなかったので、なんかもう時間もね、もう指の使い方もね、もう不安すぎて結構内心ビクビクしながら、まあ、ビクビクしてるようにはどうも見えないんですけどやってました。はい、後付けのマイクを入れすぎてもちょっとうるさいかなとは思うので、そんな感じなんだなと思いながら見ていただければなと思います。なんとか勝つことができました。すごいおだまりプレイになってしまって申し訳ございません、収録ねちょっと2時間くらいかかってしまいましたが、まあなんとかクリアすることができたのでよしとします。お疲れ様でした。バイバーイ。